はい、どうも、ちんです見てわかる通り、ちょっと映して、ガーッと、はい、今、なんと今、なんとグランドキャニオンに向かってます。グランドキャニオン、なんか今、日本ね、あの台風が来てるみたいですけど、こっちはカラッカラの快晴ですね。すごい、果てしないですね。道がもう一本道でずっとガーって感じ で今日、たまたまね、そのインスタライブしてる時にあのグランドキャニオンを連れてってくださるって方が昨日本当にたまたま見つかって、本当にありがたいなと。でロスにあの今住まわれてる方なんですけど、わざわざちょっと今日来ていただいて、連れて行っていただきました。あの石井さんです。石井です。はい、石井さんなんですけども、今アメリカの方で、そのトレーナーの資格というか勉強に通われてるタイプということで、その僕の SNS を見ていただいて、インスタライブだったんですけど、そこであのメッセージいただいて、今日本当にあのわざと来ていただいてありがとうございます。なんかもし宣伝事項とかあれば。ロサンゼルス在住の石井です。バイマー等でですね、こちらでしか買えないものとかが、出品しておりますので、もし、気になる方いらっしゃいましたら、インスタグラムの方で連絡をお願いいたします。はい、じゃあインスタのそのバイマーのページとか、もしインスタのページとかあれば僕の方に、はいはい、YouTube で貼っておきますので、ありがとうございます。ぜひ見てください。はい、はい、ってことで、今あの石井さんのあのものすごいドライビングテクニックで今グランドキャニオンに向かってます。はい、本当ザ・アメリカっていう感じですね。なんかあのよく映画でね見るような風景が今すごい広がってます。これどんぐらいですかね、気温。気温多分30ちょっとぐらいですかね。なのになんか湿気がないんで、すごい気持ちいい。そうなんですね。はい、って感じで、今日は1日多分グランドキャニオンで終わると思うんですけどね、あのグランドキャニオンで腕立て伏せやるって言ったんで、やるって言ったからにはあの腕立て伏せを、やっていきたいなと思います。まっちゃんもせっかくだから映しとこうか。じゃあマジですか、ありがとうございます。どうも、まっちゃです。なんかよくわかんない、あのリタイアした後のゴルフやってるおっさんみたいな格好してるけど一応あの昨日ね、まっちゃんの服を買いに行こうってことで、まっちゃんのファッションセンスを直そうってことでラルフローレン行ったんですけどね見てください、はい、のまっちゃんセンス。下プロタンが選んだんだっけ。そう、これ下はプロタンさんに選んでた。多分ね、もうちょっと痩せればね似合うと思うんだけど、やっぱちょっと今体型がねあれだから、ちょっとなんか引退したゴルファーのおっさんみたいになってるまっちゃんどう、アメリカ。いや楽しいです。楽しい、ありがとうございますねえ、波乱万丈なんだかんだだけど楽しいです。楽しんでる。もう言葉は全然通じないですけどねえ、すぐのすぐなんか言葉通じないと、まっちゃんノーイングリッシュノーイングリッシュ、sorry そう、コミュニケーションやめようってするからねいやでも楽しいです。まっちゃんまさかのグランドキャニオンでどう僕世界遺産とか一回も行ったことがなくてですね、どこにも、うん、でもグランドキャニオンはいつか絶対行ってみたいと思ってた。あ、本当に本当にそうですね。ねえどう、まさかの夢叶っちゃったよ。もうまさか、いや もっと先になると思ってたんですけど、まさか今日行けるとはって感じで。もっと先行ってか、まっちゃん多分行くことなかったでしょあどうすか、ゲンゲングランドキャニオン。どうアメリカ。最高っすね。最高。さっきまでもう緊張と、うん、あの腹の痛みの緊張でもう死にそうだったんですけど、うん、相変わらずね左乳首ヤッホーしてますけど、もう全世界に左乳首届けてます。山ちゃん、はい、なんだか楽しんでる。楽しんでます。だいぶ単行部できてない、まだ全然できてないまだ歯あるね。歯ありますバカ野郎バカ野郎まあ本当はね、あの気持ちはたんこぶ5個ぐらい作ってやりたいぐらいの気持ちなんですけど、ね、うん、まあ抹茶は抹茶なりにまあ頑張ってんのかな、ハードルすげえ低いけど、うん、僕なりに頑張ってるつもりではあるんですけど、まあね、ここで抹茶もあのちょっと楽しんでもらってね、一皮向けてもらえればと思います。ありがとうございますって感じで、これからグランドキャニオンに今まあ途中なんでね、向かっていきたいなと思います。じゃあまたね、グランドキャニオン着いたらいろいろ動画撮っていくんでよろしくお願いします。石井さんよろしくお願いします。
かんだよね。今はちょっとステーキ頼んだよ。すごいね、これね。じゃがいも丸々にステーキの、トウモロコシもやついてるね。すごいですね。スパゲッティちょっと食べたかったので頼んでみんなでシェアって感じで。すごいっすよ、このスパゲッティの量も。もりもりだね。グランドキャニオンの今入り口でね、あのご飯食べて、ステーキ屋さんでご飯食べたんですけど、グランドキャニオンで何やってんだお前、ほんとにアメリカまでちょっと鳥肌立ってるアメリカまでちょっと何やってんだお前は。やっぱ自分のなんかそういうのを残すはないと、スタイルはね、崩しちゃいけないね。そうそうで、ご飯食べて、これからついに、結局ついにあれですか、行っちゃいますか、あそこに。はい、グランドキャニオン、いやまあね、この周り見渡していただくと分かる通りすごいっすね。すごいすごいっすよね、ほんとなんかもうカウボーイの世界みたいなのがあるね。すごいすごい言ってるけどね、何がすごいのかなんかよく分かってないけどね、ただだらっぴよくてすげえってただそれだけなんですけど、すごい気候も気持ちよくて、いや本当過ごしやすいですね、ここ過ごしやすい、カラッカラでね、めっちゃいい、うん、でグランドキャニオンでね、まず腕立て伏せするのとなんか面白い動画何本か撮れたらなと思いますということで、グランドキャニオンでまた、動画撮ってきます。